ワンちゃん、おはよう。1月2日です。ワイヤーネットのおかげで、だいぶ高さの取れる花の感じになりました。ただ、これだけの面積を作るには、もう少し花がないと、なんかちょっと中途半端な感じにはなってますね。このワイヤーネットは、パソコン周りの、収納に考えて買っていますので、一旦今はこうやって遊びで作ってますけれども、これは外すことになります。もうちょっと小さくていいね、窓目はね。こんな感じだね。はい、ジャン君、ワンちゃんは、うん？って言ってるね。はい、ジャン君はこのワイヤーネットができたことで、これで遊んだそうです。伸び上がってこれに捕まって外を眺めたそうです。これもちょっと考えなければいけないのは、あまりですね、窓側の方に興味を湧かせてしまうのもなんですので、小さいワイヤーネット、それこそ100均で売ってるようなやつですね、30cm×40cm くらいのやつでもいいかな、こう花にするにはね。あとは今は冬ですけれども、これから春から夏に向けて、まあ、半年後のことを言っているわけですが、ここですね、この上までのワイヤーネット、これは、花を飾るためではなくて、ここに何でしたっけ、この網戸か、網戸を閉めた状態で窓を開けて風を取るということを考えたいんですね。でその時に、ジャン君やポンちゃんが外に出てしまわないように、完全なガードをすると。これはかなり厳重なものを作らないといけないので、そうですね、前のマンションの時に作っていたような感じでちょっと考えたいと思います。はい、キャン君、ジャン君、お花と一緒で素敵ですね。ジャン君、綺麗なんつってね。ポンちゃん、夜中にドアを開けるのはどうにもならないですか？なんかどうしても開けたくなっちゃうんですか？なんか書くんだろうなと思って。
まあ、書かない人も全然内容もまだ、もうあとちょっと大きいか。